天皇陛下からお言葉を賜ります。東日本大震災から4年が経ちました。ここに一同とともに震災によって亡くなった人々とその遺族に対し深く哀悼の意を表します。4年前の今日、東日本を襲った巨大地震とそれに伴う津波により2万人を超す死者、行方不明者が生じました。テレビに映った津波の映像は決して忘れることのできない本当に恐ろしいものでした。死者、行方不明者の中には危険を顧みず人々の救助や防災活動に従事した人々があったことが今も痛ましく思い出されます。被災地でまた避難先で被災者の多くが今日もなお困難な暮らしを続けています。特に年々高齢化していく被災者の健康は深く心にかかります。さらにこの震災により原子力発電所の事故が発生し、放射能汚染地域の立ち入りが制限されているため、多くの人々が住み慣れた地域から離れることを余儀なくされました。今なお、自らの家に帰還する見通しが立っていない人々が多いことを思うと、心が痛みます。この4年間被災地においては人々が厳しい状況の中、お互いの絆を大切にしつつ幾多の困難を乗り越え復興に向けて努力を続けてきました。またこうした努力を支援するため国内外の人々が引き続きいろいろな形で尽力しています。この結果、地場産業の発展、防災施設の整備、安全な居住地域の造成などさまざまな進展が見られましたが、依然として被災した人々を取り巻く状況は厳しく、これからも国民皆が心を一つにして寄り添っていくことが大切と思います。この度の大震災においては、私どもは災害に関し日頃の避難訓練と津波防災教育がいかに大切かを学びました。こうした教訓を決して忘れることなく子孫に伝え、より安全な国道を築くべく努力を続けることが重要であると思います。この14日から宮城県仙台市において第3回国連防災世界会議が開催されますが、この会議において我が国のみならず世界各国においてもこの度の大震災の教訓が分かち合われ、被害の軽減や
人々の安全性の確保に意義ある成果が挙げられることを願っています。被災地に一日も早く安らかな日々の戻ることを一同とともに願い、御霊への追悼の言葉といたします。